自分なんて何の成果も出せなかったとかいつも最後は失敗して終わってたとか誰にも認められないまま今まで来てしまったとかねそんな風にすぐに落ち込んでしまいやすい方に向けて一体なぜこんな風になってしまったのかということについてお話していきたいと思っています。<music> こんにちは。アダルトチルドレン克服カウンセリングの吉野亮太です。この動画をご覧いただきどうもありがとうございます。今日はですね、落ち込みやすい人の特徴。 イコール自分ととと思思っってててししままうといういいいお話をしていきたいと思ってますアダルトチルドレン克服カウンセリングをやっているとね自分なんて何も成果が出せなかったんですとかねいつも最後は失敗して終わってしまうんですとか誰にも認めてもらえないまま今まで来てしまったとかねこんな風にどうにかして自分はダメな存在だとね言うことにしたいとでも言いたげな方っ,っていうのはねうちに来られる方あるんですよね。 だから怒ってるわけじゃないんですねで。お気持ちがすごくわかるだけに痛々しい感じがしてしまうんですね。でこのカウンセラーがいくらその方を認めても、でもでも自分は全然ダメなんですとかね、こんな風に頑張っても結果が出ない人間なんですとか、いつも最後は失敗するんですとかね、誰にも認めてもらえませんみたいなことをね、繰り返す方おられるんですが、じゃあなぜ一体こんな風になってしまったんでしょうそれはね。 いろいろ考え方はあると思うんですがこれ一言で言うと結結果イコール自分だとと思思っってているる人が結構多いと思ってるんですよねで実際これね思い込んでるだけじゃなくてそういう扱いを受けてここまで成長してきたというも言えると思ってるんですね。 アダルト・チルドレン克服カウンセリングというのを日々行って年間大体いい600件以上のカウンセリングをこなす私吉野自身もね昔は結果を出せない自分っていうのは存在してはいけないぐらい思ってた時期っていうのはあったんですよねでこれね何かを成し遂げるとそれを自慢げに。 誇って、何か否定されることが起こるとも徹底的に戦って否定してきたことを謝らせるまで戦って相手はもちろん自分も傷ついてそしていつか一人ぼっちになってしまうみたいなねこんな人生を僕自身結構長い間歩んできたんですよねで。これだけ聞くと超嫌なやつに聞こえてしまうと思いますけどこれね心理学を学ぶうちに少しずつ分かってきたんですが、世界が。 結果イコール自分でできていると思っていた時は生きづらかったという話に過ぎないんですね。これ心理学の学びとかを続けていくうちに私自身違う生き方というのが見つかってきたんですけれどもこの動画を最後までご覧になることで結果イコール自分とつい考えてしまう方の特徴がまず分かってそして結果イコール自分と思ってしまうこの考え方からの脱出方法についてお伝えしたいと思っています。ここの動画をご覧になることで 結果を出すことに追い詰められた人生、もしかしたら僕と同じような方がおられるかもしれません。そういう結果を出すことに追い詰められ続けた人生から抜け出す方法が分かって、ありのままの自分自身というのを認められるようになる生き方というのを見つけられるようになると願っています。こういった情報が必要だと思われた方は、ぜひ今の間にチャンネル登録しておいてくださいね。 落ち込みやすい人っていうのは望む結果が出ているのに喜ばずに望まない結果が出た時にひどく落ち込むというそういう二つの特徴を持っておられる方が多いんですね。でそれはその方が悪いというよりも育ってきた環境が結果が全てなんだ結果イコール自分なんだだから結果が出せなかったお前はダメなんだと。 直接言われたかどうかは別としてもね、うん、言われなかったとしても態度や言動とかで伝えられ続けた結果そう思い込むようになってしまったでそして社会に出るとますます結果っていうのはやっぱ求められるわけですよね。 結果イコール自分という考え方を信じたまま大人になってしまって社会に出てすぐに結果を求められるようになりもしくはもう1年目だからまあ今は結果出てなくてしょうがないよねでも2年目から頼むよとか2年目からはもう先輩がついてくれないんだからあなた一人でやらなきゃいけないんだよ結果出してねみたいな風にそんな風なことを求められているうちに小さなミスや誰も気づかなかったはずのことなのに自分だけがひどくそれを気にしてしまって自分責めして やがて今までできてたはずの仕事までできなくなってあもう会社に行けないみたいになってしまう方も少なくないと思います。私はアダルトチルドレン克服カウンセリングでそういう方を多く見てきてねこれ時間はかかる場合もあるんですけれども結果と自分っていうのは別物なんだということが理解できるようになっていった方は少しずつ失敗への耐性失敗してもそれを受け入れられる力っていうのが身につかれる方が多いように思います。これ何度でもも言いますけれども結果 イコール自分でではないんですねでもっと別の言い方をすると良くない結果イコール良くなないい自分ではないんではんすよ結果が出ないのはそれだけあなたにとっては不慣れな仕事だとか初めてのチャレンジだったり苦手意識を持っている作業にトライしているということを意味しているわけですよね。 挑んんだ結果なんですよね。人間誰でも不慣れなことや初めてのチャレンジ苦手意識を持っていることに挑んだ時には大概失敗するようにできてるんですよね最初はなんだかんだできたとしてもやがてそのうちいつか失敗するようになってるんですよこれあなたが不慣れなことが前提で例えば縄跳びや逆上がりなどを一度も失敗せずにずっとやり続けることなんてできないはずなんですよねこれ逆に得意だったとしても例えば作り慣れた料理とかなのに なんかたまたま焦がしてしまったりとかいつも通い慣れた道なのに事故を起こしてしまっただとか慣れた通勤電車なのにふっと気がついたら一駅乗り過ごしてしまってたりとかねそういう一度も失敗せずにずっとやり続けることっていうのは基本ね人間ってできないんですよね。で慣れないことに失敗したりやり慣れたことでも失敗したりといつかどこかで失敗する時っていうのは必ず来るようになってるんですよね。 それなのに、その都度失敗した自分とか、なんか失敗しそうになった自分を激しく責めて、次の失敗というのを過度に恐れてしまっては、前に進めなくなるっていうのは、これ当然とも言えるんですよね。自分のことを結果で判断してはいけないっていうお話なんです。で,では、自分のことを何で判断すればいいのか。それは結果ではなく、経過。 で自分を見ようということなんですねどこかでいつか必ず失敗してしまうはずの結果に目を向けるのではなく失敗するまでの間にずっと頑張り続けた経過を見ることが大切だというお話なんですでなんだそれだったら私は経過すらないですだって何もせずに失敗を怖がっているだけだからだから自分はダメですなんていう方もおられるかもしれませんがそれは違うんですね今あなたが何もできずに諦めてしまうようになっているのは過去頑張っても頑張っても認めて もらえずに最後に失敗して責められた過去があったということになるということなんですね。これあなたにも祝福されなかった膨大な経過っていうのが記憶の片隅に残ってるはずです。それを一つずつつなぎ合わせて諦めずに歯を食いしばって耐えていたあの頃の自分というのを経過として認め直すところから始めてほしいんですねで。あなたが歯を食いしばって たた経過というのははあなたを裏切ったりはしません。失敗は思いが届かなかった結果でありそれは終わりを意味しているということではないんですね。そして諦めは失敗したまま放置してしまうことでありまた続ければ失敗ではなくなります。 もし今あなたが何かに傷ついて次の一歩が踏み出せない状態になっているとしてもそれは終わりではないし失敗でもないということなんですね。ここから次の一歩を踏み出すことで新しい経過と別の結果を踏み出すことができるかもしれないんです。一歩を踏み出すことが難しければカウンセラーと一緒に歩いてほしいと思っています。 前にに進むためには、今いいるる場所かから一歩足を動かしていく必要があるんですよね。今回は落ち込み癖とか失敗イコール自分と思ってしまう癖みたいなそんな自分を責めてしまう癖の特徴についてお話しましたもしこの動画をご覧のあなただけではなくご家族や知り合いの方が困っているようでしたらこの動画をご紹介いただけたら嬉しいですこの動画ではこれからもアダルトチルドレン克服に向けての情報を配信し続けたいと考えています真剣にに克服したい方ってい方うのは、忘れずて チャンネル登録やいいねボタンをお願いします今日もここまでご覧いただいてどうもありがとうございました